明けましておめでとうございます。突然ですが皆さん卓球しますか？1月1日をもって私が高知卓球放送局というチャンネル全名義の頃からも含めて開設から1年が経過しました。今回は1年前の自分がチャンネル立ち上げに際して考えた仮説とその経緯についてお話ししながらどのような経過に着地したかをお話ししようと思います。まず一昨年2020年の夏頃の自分なんですが、感染症の拡大に伴うもろもろの事情によって暇を持て余してたんですね。でまあ暇だし動画編集でも覚えてみようかって身内向けの簡単な動画作ってみたりして、まあ下手くそなりのできんことはないなと思ったわけです。でできるようになったら何らかの形で世に出してみたいし、そういうことやってる人も多いぞっていうことで YouTube に動画投稿する決意をします。じゃあ自分が出せるもの何かって考えたら、どうしても反省費やして取り組んできた卓球趣味しかないわけなんですが、悲しいながら人に誇れるような実績も腕前もございませんというわけで、半ば消去法のように今のような情報を取り扱うことを決めました。どうせならある程度数字がつくようなものを作りたいとよく書くわけなんですが、しかしながら現実問題としてそれが売り物になるかはまた別の話なんですね。というわけで今度は卓球というテーマにおける情報という素材が伸びうるコンテンツなのかに考察はステージアップします。夏頃に思い立って実際に投稿開始するまでに約半年程度開きがあるわけなんですが、その間は業界の研究に努めました。卓球に関連するコンテンツをアップロードしている動画片っ端から目を通しましたし、登録者数の多い少ないもお構いなしに見てました。するとかなりの部分で共通点があることがわかります。それがこちら。この3つですね、これらの特徴が当てはまらない動画がほぼありませんでした。と同時にこの卓球というコンテンツがいかに YouTube と相性良くないかっていうのを察知しました。というのも卓球って競技者が自分以外の誰かになった途端に大きく魅力が軽減されてしまうと思うんですね。これは感染が文化としてそこまで根付いてないどの競技にも当てはまるのではないでしょうか。卓球自体実際にプレイするハードルがめちゃくちゃ低いんで、その弊害とも言いますね。広く普及している代償とも言います。言い換えると映像だけで得られる満足度っていうのは実際にプレイすることに比べてはるかに劣ってしまうわけです。というわけで YouTube 上で卓球のコンテンツを見て満足できる現在の客層というのはすでに相当コアな層であると言えます。ここで自分が選んだ情報っていう方向性は既存の動画群にはない分野に訴求していくことになります。今までにないジャンルで勝負していく、これが刺さるか外れか、それが当チャンネルが伸びうるかどうかのキーになる一つのポイントですが、まあこれはどうせやるなら他の人と同じようなことしたくないという思いもあったんで、自分の中では飲める内容でしたね。で方向性が決まった上でもう一個決めたことが動画の尺の長さ。これも他の動画を見ながら学んでいた中で思ったことなんですが、既存の試合や技術動画、レビューの動画ってことごとく10分以上の動画尺なんですね。これはまあちゃんと理由があって、広告収入を得る上で8分以下の動画には広告を複数つけることができないために、動画1再生あたりの収入単価が8分以上の動画に比べて低くなります。もう少し複雑な計算も絡むと思うんですけど、端的に言うと収入を得るには長い動画である方がいいため、8分を超える長い動画が多くアップされていました。特に知名度もない自分が YouTube を始めていきなり20分みたいな動画を誰が見るかっていう話です。そこで自分の動画よっぽど詰め込むことがない限りは8分以下、なんなら3分程度に抑えるように心がけました。これに関しては手応えあって、解説当初から自分の動画の視聴維持率の数字は結構高いんですよね。数ヶ月前から YouTube もショートの動画を強く押し出しており、これ着眼点としては間違ってなかったと思います。というわけで卓球に関する情報、短い動画尺をテーマに始めました高知言論の正直しんどいチャンネル。一度チャンネル名を現在の高知卓球放送局へリネームしております。これにも明確な理由があって、この名前冷静に考えるまでもなく普通に意味不明なんですよね。卓球を扱ってるチャンネルかどうかが理解しにくいっていうので、現状メリットがないということで直ちに変更しました。解説後やや趣味によった動画もアップはしたんですが、基本的には戦術のコンセプトを守りながら現在の投稿本数がこんだけで、登録者数もこちら。本当は仕事忙しくなる秋にはやめようと当初から思ってたんですけれども、今やってる卓球のニュースの企画とか楽しくなってきたんで、予定を幅変更して今後もしばらくやってみる予定です。方針も変えずにまあこのまま行こうかなという感じです。プライベートな話なんですけど、知り合いとか遠方に行ってしまった手前、なかなか実写撮ったりができないんですよね。本当に数字欲しくなったら顔出しても辞さないつもりでもあるんですけど、そんな価値があると思ってないんで、当分先の極めて少ない可能性って感じです。顔出しというか実写の動画を投稿するメリット、利点もあると思っていて、皆さんも普段から YouTube 上で見られている動画や投稿者おられると思うんですけど、基本的に動画って2種類の属性に分類されると考えております。一つはコンテンツで視聴者を獲得する動画、もう一つは人気で視聴者を獲得する動画。解説しますと、例えば新作のゲームが発売されたとして、そのゲームに興味を持ったあなたがそのタイトルで動画を検索するとします。でそのゲームに関して気になるタイトル、サムネイルの動画があったら、投稿者誰であれ一旦見たりしませんが、投稿者自体に人気が特段なくともコンテンツの情報力で視聴につなげることができるんですね。でその人の動画見てるうちに、その投稿者のこと気に入って最初に見たゲーム動画とは関係ない動画まで見始めたりしたことありませんか？それが投稿者自身に視聴者がついたというステップです。音楽に例えると、新曲出た時にこのミュージシャンのこと好きだからとりあえず聴こうとかあるでしょう。それですね。反対に聞いたことないけど話題になってるから聞いてみようっていうパターンが前者に当たります。逆の例として、普段料理動画やってる人が突然歌う動画出したとして、その人の料理に興味があった人がそれ見るかっていうと怪しくないですか？その人自身が好きで動画を追いかけてる人は見るんでしょうね。ただその歌われた楽曲で検索かけた人はその人の歌った動画絶対見ないんで、歌ってみた系の動画獲得しているリアルな視聴者数のバロメーターになり得るでしょう。多分今の僕がやったら視聴回数10とかになるんじゃないですかね。 YouTube 始めたての人が陥りそうな罠なんですけど、うまくいってる人の真似をした人って大体この辺のチョイスってつまずくんですよね。でっかい変顔のサムネイルで何かのレビューしても受けんの、その人が人気なだけ。
登録者数3の人がそれやってもその3人以外で興味聞けないんですよね。最初の最初はコンテンツの機会を足らないとダメなんですね。もともとテレビ出てる人が YouTube 始めたとかだったら何してもいいんですよ。だってそれに人気持ってるわけですからね。まあそういう意味で言うと卓球という分野は割と実写割合的な意味で個人に人気がつきやすいジャンルであると思います。それだけに実力が顕著に現れるのかなと思います。で、僕のように扱うコンテンツの自力だけで視聴者を取る方向で動画作ってるものとしては僕自身に人気つけるのって非常に難しいんですね。卓越した編集技術やセンスなど、なんなら超歌うまいとか声綺麗とかでもいいんですけど、人心をつかめる何かがなければ伸び悩むのは正直見えてます。そこに少しでもリーチするための手段が顔出しですね。要はキャラクター作りの手段の一つとして顔を出すというわけです。卓球情報をコンテンツの本筋として添えた上に属時性を出す一つのアクセントっていう感じですね。まあ前述の通りしばらくはやらないですが、もちろん情報に寄せることにいいところもあるんです。情報には賞味期限がないんですよね。ラバエラケットの紹介動画を主に出したりしておりましたが、投稿から数ヶ月経った今もご視聴いただいているというデータがありますので、刹那的な話題に寄ったものよりも息が長いものは作れています。長くなってしまいましたが、そういうこと考えながらチャンネル運営してきましたよ。今後とも何卒よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。